心の奥光宿した灯火の間に私を食べて、私を食べたいのなら食べていいよ。どうせもうすぐ死ぬから、その時は。だからそばにいて、離れないで、お願い。幼い頃、私はあやかしに命を助けられた。絶対に忘れない。とても心優しくて、とても懐かしい、あやかし。物心ついた頃から、この世ならざる者たち、あやかしが見える。目を合わせると危ういものが多いけれど、中には害のない、むしろ愛らしい連中もいる。あざとい。葵さん、ありがとうございます。ほんとあざとい。ああ、腹が減った。腹が減ったな。食べる？お腹空いてるんでしょ？好きすぎて人を襲ったりしたら困るし。じゃあね。おいしいよ、葵。私の名前。幼い頃から日々彼らが見えるせいで、私は母から疎まれ、捨てられた。施設に預けられていた私を引き取ってくれたのは祖父だ。お前は料理を覚えなければいけないよ。その祖父は先日亡くなった。でもまあ、一人には慣れている。
祖父は最低限食べていけるぐらいの蓄えを残してくれた。贅沢は言わない。空腹に苦しむことがなければそれでいい。へえ、律儀にお礼。はあ、綺麗。案外いいあやかしだったのかも。この手ぬぐいも。あやかしの見える人間は狙われやすい。気をつけるんだよ、葵。おじいちゃん、私油断した。ようこそ隔離よ、僕の花嫁。葵。あやかし。鬼。でもこの顔どこかで。気分はどうだい、花嫁殿。君のことだよ、葵。僕の花嫁殿。花嫁って。大旦那様、恐れながらやはりおやめになった方がよろしいのでは。その通りだ。こんな人間の小娘など。不細工な上に貧相だわ。ひどい言われよう。大旦那様には到底釣り合いません。Kakuriyo だよ。 Kakuriyo? そう、あやかしの住む世界、Kakuriyo。 そしてここは Kakuriyo の宿、天神屋だ。天神屋、天神屋。あの写真のおじいちゃんの遺品の中にあった。何なのあなた。僕はこの天神屋の主人。鬼人とか大旦那とか呼ばれてるね。写真見たわ。ねえ、祖父と知り合いだったの？あやかしが見える人だったけどここにも来てたの？そうだ、僕はかつての彼の友、そして君の夫となる鬼だ。また花嫁だの夫だの勝手にわけわかんないこと言わないでよ。おい、なんだその態度は。勝手なことではない。これはシロ、君の祖父殿と交わした約束に基づくことだ。嘘。自由気ままな人ではあったけど、でもそんな約束するわけないわ。シロは人が住む写し世とこの隔離世と好き勝手に行き来できた稀有な人間だった。ある時この天神屋で呆れるほどの豪遊をして大変な借金を作ってね。もし返せなければ孫娘を嫁に差し出すと約束したんだ。いわば君は借金の方だね。え、おじいちゃん、そんな。だから君は僕に嫁入りしなければならない。嫌よ。いきなり初対面でそんなのありえないわ。それ以前に鬼と結婚なんて絶対に嫌よ。絶対に嫌か。花嫁殿には身の程を知っていただこうか。花嫁に地獄の折檻コースを。地獄の折檻コース。熱湯攻めでございます。え、カワハギにございます。え、縛り上げでございます。どこが折檻？あやかしって謎だわ。どうだい天神屋は。僕の花嫁殿は我が天神屋の浴衣がよく似合うね。花嫁じゃないわ。まだそんなことを言っているのかい。大体なんで私をそんなに嫁にしたいのよ。
霊力の高い人間の娘というのは食うととてもうまいんだ。食うってうまいがゆえに愛おしく、愛おしいがゆえに食えない。なので憎らしく思うし、なおのこと食いたくなるが、でも食えない。この葛藤が極上の快楽となるのだそうだ。何よそれ。その上君はあのシローの孫娘だ。シローはあやかしの間で有名人だからね。実のところそれだけでも価値があるというものだ。どういうこと。いずれわかるよ。さあ観念して僕の花嫁におなり。いくらなの。ん？借金、おじいちゃんの。およそ1億円というところだ。はあ、私が返すわ。働いて返す。ん？結婚する代わりに働いて借金を返すって言ってるの。無理に決まってるだろう。やってみなきゃわからないでしょ。従業員たちも反対してるみたいだし、そのとりあえず働いてみて、結論はじっくりと。なるほどなるほど。僕と駆け引きをするつもりかい、小娘め。ならばこの天神屋で仕事を探すがいいぞ。ただし働くというなら君は花嫁ではなく従業員。もう客室には泊まれないし、僕の庇護は受けられないよ。誰かにとって食われても文句は言えないということだ。本性を表したわね、鬼が。お前がそれを望んだのだ。おじいちゃん。食べることは人にもあやかしにも大切だ。腹を空かせたあやかしは人を食いに来ることがある。お前のように霊力の高い人間は特に狙われやすい。そういう時は先に料理を振る舞うといい。いい加減なところも多かったけど、私おじいちゃんのこと大好きだった。いわば君は借金の型だね。おじいちゃん、本当は私のことなんかどうでもよかったのね。おじいちゃん。お腹空いちゃった。お腹が空いていると思ってお夜食をお持ちしました。お稲荷さん。大旦那様には内緒ですが、あ、毒などは入っておりませんので。私この天神屋の若旦那を務めております、九尾の狐の銀次と申します。銀次さん、若旦那ってことは大旦那の息子さん。いや、めっそうもない。大旦那様とは年もそう違いません。私は変化の術で9つの姿になれますので。あ、さっきいた狐の面の。はい、この姿の方が葵さんを怖がらせないかと思いまして。おなごの方が良かったでしょうか。すごい。それともすこぶるモフモフですよ。いただきます。おいしい。よかったです。いろいろとご心配は終わりかと思いますが、大旦那様は素晴らしい鬼ですよ。え？冷徹で残忍かつ懐の深いお方です。矛盾してない。いえいえ、従業員にも慕われていますし、この隔離用でも指折りの力と地位をお持ちの貴人様なのです。とにかく私はあの人、いえあの鬼と結婚するつもりはないわ。でも働くの、働いておじいちゃんの借金を返すの、
できるかどうかはわからない。でもやってみなきゃわからないでしょ。葵さん、私お料理ならそこそこ得意だし、厨房の下働きとかなら。厨房は女人禁制です。え、でもきっと何か見つけるわ。私も考えてみますね。ありがとう。ごちそうさま。お口に合って何よりです。私はそれしか作れませんので。銀次さんの手作り？ええ。ありがとう、本当に美味しかったわ。二度目よ。え？あやかしの食べ物。あ、一度目は遠い昔。とても心優しいあやかしだった。そうですか。え？よし、仕事探し頑張るぞ。いやよ、人間の小娘なんかに天神屋の仲居が務まるもんですか。あの、頑張りますから。お断り。だいたいあんたみたいな貧相で土臭い小娘が大旦那様の花嫁候補だなんてありえない。この若女将のお寮が絶対に許さなくてよ。お願いします。間に合ってます。ごめんなさい。ここも無理。やっぱり厨房に。それ女人禁制だ。ダメだ、働けるところなんてない。私全然必要とされてない。やっぱり鬼の花嫁になるしかない。それは嫌。ついて行っていいやつ、それとも危ない。私です、銀次です。え、あ、そっか。これが普段の姿です。葵さん、どうしてこんな偏僻なところまで。仕事全然見つからなくて。ああ、お店ですよね、ここ。お店でした。2日前まで小料理屋だったんですが、閉店して建物自体も取り壊すことになったんです。取り壊す？こんなに素敵なのに。ここはね、鬼門中の鬼門と言いますか、何をやってもうまくいかない場所なんです。茶屋、土産物屋、遊戯場、そして小料理屋も全てダメでした。いいと思ったんですけどね、小料理屋。本館の格式高い料理だけでは飽きてしまうという声をよく聞くので。でもダメでした。なんとかお客を集めたいと工夫もしたのですが。工夫？あ、あれは逆効果だったかも。そんなわけで備品や残った食材の片付けをしているところなんです。残った食材？使えるものは本館の厨房に引き取ってもらおうと思っているんですが。これ少し使っちゃダメですか？え？そろそろお腹すきません？昨夜お稲荷さんをご馳走になりましたし、あの、よければお礼に私が何か。え、いいんですか？もちろん。というか、ぜひお願いしたいです。
料理を作ると元気が出るので。おお、うつしおのもので食べたいものってありますか？あ、ならオムライスというものが食べたいです。オムライス聞いたことがあるんです。うつしおにはいなり寿司に似たオムライスというものがあると。ああ、包むところが確かに似てる。じゃあオムライス作りますね。はい。できました。ケチャップがなかったのでお醤油を使った和風オムライスです。いい匂いです。どうぞ。では。おいしい。本当においしいです。葵さんの味付けは実にあやかし好みです。おじいちゃんに教えてもらった味を、甘いお醤油とか九州の味で、Kakuriyoの調味料も同じ味ね。わあ、おいしいな。そうだ、葵さん、ここで食事処を開きませんか？天神屋に人間の嫁が来ただと？さっき知らせが届いた。面白えじゃねえか、儀式を控えたこの時期に。ああ、さらわ